これね、ビスケットちゃんにおやつ。あ、なんか、あ、なんか入ってた。あれ、なんか袋に入ってた。あれ、入ってた。入ってた。ね、充実した一日でした。充実した。着圧はね、買ってない。まあ、いいんじゃない？いいんじゃない、うん、でも細かいのも細かい。今からあのビスケットちゃんにおやつをあげに行って、感想終わったらちょっとゆっくりして夜イベント配信します。イベント配信。前が欲しかったリュックね、なかったんだよ。なんか友達がなんかね、トンデブンで買ったんだよ。あの赤い、あの黄色いテントでさ。でもなかったね。あ、オルマナコレリオ？次よ。オルマナコレリオ？オルマナコレリオ？うん。14本。14本？ってことは、14分ってこと？あー。サボンだって14分。うん、皆さん杖お願いします。杖お願いします。いや、こんな感じだよ。こんな感じ。これが普通かな。暑い、ありがとう。ナイスも732ナイス、ありがとう。そうそうそう、機嫌悪いの、怒ってるのってみんな言うけど、こんな感じ、慣れたらもう普通。最終日聖杯いつ使う、最終日まだ決めてないけど、あの今日ね21時から聖杯タイムやるんだよね。イベント配信聖杯タイム、ありがとうございます。皆さん魔法使いよかったら応援お願いします。聖杯タイム来た。そう、聖杯タイム21時21時です。ありがとう、ついありがとう。病院行ってきたよ。病院行ってきたよ。仕事で鬱になる日本人多い。そうだね。何回も聞いてるけど、占い明日、あのミョンドの母、日本の、あ、韓国で有名なミョンドの母、明日行ってきます。ミョンドの母よろしくね。ちょっと日本語ペラペラの有名な、明日は何時だろう。まあ、別に昼間かな、昼間、昼過ぎかな、うん、聖杯1回。いや、でも本当は聖杯もらえたら1日2回とかやりたいんだけどね。2回とかやりたいんだけどさ、聖杯ってあの魔法使いのアイテム投げると0.1% の確率でもらえる、あのそのリスナーさんがねゲットできるアイテムがあって、それが聖杯っていうの。だアイテム 20倍ぐらいの価値、あ、20倍ぐらいの確率。いやもうやめろマジで、おでけの、ね、バギーボタン。もうやめてよ本当。どんだけギャグ性高いの、タクマのアンチって。犬、うん、
誰か投げてからもらえない、誰も乳牛投げてからもらえない。そうだね、もうこれは運だからね。1個投げで1個投げて聖杯をねもらった人もいれば、あの800発投げてももらえなかった人もいるからさ、運でしかない。聖杯アイテム欲しい。魔法使いよかったらチャレンジお願いします。魔法使いも欲しい。イベント잠시후좌회전입니다。1個でももらえる可能性はあるけど、わかんない、これはちょっとわかんない、新しいあれだから、うん、ありがとう皆さん。現在3位ですね、現在3位。あ、2位まで44,000ポイント。あ、でも結構近づいたんだ、結構近づきました、44,000ポイント、うん、みんな聖杯持ってない。所持今4個、うん、これねいじってないからね、目あざが下に落ちてきたの、うん、あざが、あ、聖杯買えないの。魔法使いを買ってもらって、それ 0.1% の確率で聖杯がもらえるかもってこと、投げてる時にね。そう、買えません。いやね、皆さんどうですか、あの眉下切開して目がさ、こう上にこう上がるからさ、二重が大きくなるのと、なんか目がでかくなった気がするくない？男の二重だけなの、なんか目でかくなったくない？なんかクリクリしたというかね。やってよかったよね、結構みんなに反対されたんだけどさ、まあ失敗ではないよね。まあでもやってもうまあよかったんじゃないぐらいの、まあまあだから、それは成功なんだと思う。これは多分成功だと思う。ギャンブルでいう当たり引いた感じ、気分的に。レギュラーかな、うん、レギュラーボーナスって感じ。ビッグボーナスではないけど、なかなかのレギュラーボーナス、うん、これ30日に取ります。30日に整形ばかり繰り返さないでね。分かった、ちょっとな長すぎちゃって、整形はもうしないで。整形か、聖杯使ったら、そうだね、だからリリーさんは聖杯使って、聖杯中にファンタ20倍来て、私3位になっちゃったの。倍率が高い。21時ですよ、聖杯よろしくお願いします。21時ですよ。あ、今日初風呂、整形して初風呂、すっきりした、気にしました、うん、毎日配信の前のお母さんか姉さんかってほど似てる。え、誰だろう、うん、テープ取ったら、今日見せたんだけど、自然だったよ。全然傷が綺麗そう。これ iPhone カメラで撮ったんだけど、なんかナチュ、なんか2日目にしては綺麗な方じゃないね。あ、ニコナイス。あ、Z さんナイス。 Z さんナイス。Z さん2個ナイス。2000m は
ありがとうございます。 Z さんに来ないせ、ありがとうございます。あ、 Z さんに来ないせ、よかったら皆さんパチコメ嬉しいです。 Z さんに来ないせ。あ、10倍 Y ちゃんナイス。 Y ちゃん10倍ナイス。聖杯だ聖杯、うん、なんて文って東京で言う、下ま、いやな、し、新大久保でもないし、なくない、なんて文ブランドがいっぱいあって、上の、あ、上野っぽい。でも上野より楽しいと思うよ。うん、まあ、ちょんまげやめよう。これもういいんだよ。あのブスだからダウンタイムはどう見られてもいい。どう見られてもいい。お家帰った、あのね、日本帰ったらちゃんとする。あとピンないんだよね。ダウンタイムだからね、いいんだよ。マニューって、あ、そうなんだ、誰だろう、なんか今日めっちゃ言われる、今日めっちゃ言われるな。ありがとうございます。なんか今日暗いわ韓国。これね、あの7時ぐらいの景色だね。7時ぐらいの景色。悪口？そうなの、知らないんだよその子。1時ぐらいの明るさだね、うん、結婚破棄されたおばさんだった、うん、せっかくの韓国おしゃれ、おしゃれしたよ。でこんな顔でおしゃれしたところでだよね、こんな顔で。え、でもなんか私思ったんだけど、メイクしてると逆に話しかけられないんだけど、なんでだろう。似てなかった。でちゃんとおしゃれしたよ。勝負服で挑んだけど全く話しかけられなかった、逆に。あー、でもそれあるよね。なんかナンパってさ、なんか結構な体力っていうかさ、振られたらダメージでかいじゃん。なんかやれる、やれ、食いつきそう、この女ちょっと食いつきそうみたいな感じ。なるほどね。私やれそうって思ってんのか、やられそう、やれそうって思われてんの。すっぴんの時は、あ、ここかな、これチョンノさんが、うん、自意識過剰ってことってそうじゃん。メイクしてる時の方がさ、いいに決まってんじゃん。あ、もう着くわ。オッケー。あ、ゴーストレイズ、あ、まあ、いっか、オッケー、ヨギカード、カードオッケー、はい、790円、
790円。じゃあビスケットちゃんにおやつあげて帰りです。カムサミダビスケットちゃんにおやつ買ってきたからね、おやつ。カードもらった。いや、まだこの時間だったらいると思う。うちんちの近くのビスケットちゃん、喜ぶかな。まあ、ここの通りもね、うちの近くの通りも結構栄えてるんですよ。おやつタイム。いるんじゃないかな。あれ？あ、たちんちの近く。あたちんちの近く。あとでネットフリ見よう。韓国だとさ、ジブリ見放題なんだよね。ジブリ。さて、いるかなビスケットちゃん。あれ、いない。あれ、ビスケットちゃんいないんだ。あれ、あ、いたー。待ってたの？え？待ってたの？ねえ、待ってた？あ、おやつってなんだっけ？ねえ、おやつってなんだっけ？あ、次、オッケー？オッケー？これ、オッケー？オッケー？オッケー？これ、オッケーだって。うれしい？笑ってる。笑ってるじゃん。ちょっと待って。え？おいで。わかった。喜んでる。わかった。わかった。え、待って。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 韓国語で待てってなんだ。あんじゃ。あ、座った。すごい。お手はお手。お手はお手。あ。賢い。あんじゃ。
は待てば待て。じゃあ待って。オッケー。あ、持ってっちゃった。そ。あ、食べてる。皆さんビスケットちゃんにナイスお願いします。あと杖と。あれ。あ、食べないの？食べてる。え、食べないの？あれ？あれ？食べてないよ。美味しくないの？美味しくない？なんか表面の肉だけ食べてる。表面の肉だけ。食べてるわ。美味しくないのかな？大切に食べてんの？大切に食べてんの？喜んだみたい。これ毎日あげに行くわ。バイ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 。私トイレ行きたいんだよね。トイレもっと見てたいんだけど、ちょっとトイレ行きたい。かわいいね。さよならね。さよなら。トイレ行きたい。ずっと我慢してたんだよね。そう、ちょっとずっとトイレ我慢してた、うん、次何時ですか？まあ7時を目標にしようかなって感じ。普通にあの、はい、あ、ソーリー、待ち、はい、おトイレ。あの、まあでも夜は別に何もしないよ。普通にイベント配信やりたいかなって感じだから、どっか行くの見たい人とかは夜は何もないよ。夜何もない。イベント配信します。うん。いや、完売だってさ、なんかイベント番になったら嫌じゃん。完売編はイベント終わってからかなって思ってて。いや、キツネでやるよ。キツネで、うん、イベント終わってから行った方がよくない？しかも私ちょっとさ、いろいろなんか溜まってるからさ、お酒飲んだらさ、そういう時にお酒飲むと発狂しちゃうんだよね。泣いたりとか。イベント中よくないなって。終わった後に発狂すればいいじゃん。そう、でマックリうまいんだよね。本当飲みたいんだけどさ。こんばんは。マイキーさんもごっそ？パンもごっそ？ああ、ノーペコパ。うん、カルククス、ビビンバ、モグモグマシッソ。うん、マシッソ。うん。お腹すった、すいたのって、うん、お腹減ったのって。
平気でね。もう私はもう家族、リエの家族だから。私便秘だわ。私便秘だ。もうずっと出てない。便秘女。うん。あ、薬飲んでないしかも。最悪。やば。薬飲んでない。一日3回飲まなきゃいけないの今日。うん。部屋の中、あの朝起きるじゃん。起きたらトイレと目の前トイレだね。ベッドの目の前で牢獄みたいな。窓開けるとなんか網みたいな、なんか囚われてる。牢獄、囚われのプリンセス状態。皆さん最後にね、右下と杖お願いします。リエちゃんに、リエちゃんじゃねえや、リリーさんに勝ちたい。リリーさんに勝ちたい。入賞したい。そう、感想つい、まあ7時かな、多分7時にやるんじゃないかな。7時に普通にイベント配信したいと思います。リリーさん強いよね、うん、リリーさん強いで、9時から聖杯なんでね、よかったら一緒にね盛り上げて嬉しいな。あ、39,000ポイント差。あ、一泊ね2,000円の部屋もあるけど、それ窓なしとか。私のは2500円だし、1800円とかの部屋もあるし、リエの家ね、ここの部屋よりもっと狭いってこと。でも私これ限界かな、限界。この部屋より安いってちょっとやばいと思う、うん、ありがとうね、うん、好感度高い配信者だよって言われて見に来たけど、嘘つきだし、都合の悪いことはするし最悪ですねって。何あなた、1174号さん、好感度高い配信者だよって、しかも誰に言われたの、誰に言われたの、うん、私好感度高いって言われることもないけど、嘘だろそれ。好感度高い、まゆちゃん好感度高いよって、高くないよって言われるのもあれだけどね。うん、謎。1174号さん、うん、いや NG ワード入ってた。あ、じゃあ皆さん、あの後でまたやりますから、また後でナイスもお願いします。ナイスと杖、最後に7時からやるけど、あの普通に、あれ普通に家でまったりやるから、
これない人は今押しといてください。今日も楽しかったです。なんでもんしじゃん、楽しかったね。じゃあみんな後で、また後でまたやるんで、7時までジブリ見てる。ジブリ後でね。ありがとう。明日はミョンドンで占いの館行きます。バイバーイ。